食べたいと思います。よいしょ。バー4時です。4時です。ようだ。仕事してまだ、仕事してたらこんな時間になっちゃいました。4時。この後5時からもまだ仕事があります。そんな土曜日のお昼ご飯、遅めのお昼ご飯です。というと本日はパテモス大好き、丸半日炉あおり炒め焼き豚チャーハンと、こちら、ペヤングの赤いやつは苦手だと言っているのに、ラーメンが出てたらついつい買っちゃったおバカさんな僕でございます。はい。あ、電話かかってきた。明日の仕事でした。よかった。まあ、1分ぐらいで終わりましたね。大丈夫です。まあ、ペヤングの激辛ヌードル。絶対カレーやつ。もう俺ね、最初食べた時ね、激辛ペヤング。一番初めて出た時ね。胃が痛くなるんだよ、これ。この辛さが合わねえんだよな。辛いのがダメっていうんじゃなくて、この辛さが合わねえ。麺はめちゃくちゃインスタントの麺の匂いしてますね。ちょっと油でしっかり揚げてある、ちょっとスナック菓子っぽい、駄菓子屋っぽい香り。これは期待できますね。で、入ってた火薬とソースも、これも、焼きそばにそのまま入れてんじゃねえのかっていうような感じのやつがね、入ってますね。ソースの匂いですよ。ソースラーメン。ああ、これはちょっと今日じゃなかったかもしれんな。今日結構腹減ってんだよな。ちゃんと食べたかったな。まあいかしゃないな、茹ででもな。というわけでいただきます。ソースラーメンってね、あんま好きじゃないんだよ。洋風な感じ、ソースっぽい味。あ、でも辛さはそこまでないかな。うん、麺はかなりの細麺。うん、3分の割には結構細麺ですね。でもね、全然しっかりしてる。うん、カップヌードルの麺よりもちょっと細い感じかな。平麺です。平麺って四角い麺。あ、でもそんなにほど辛くないよ。味もソースっぽさはあるんですけど、ありかな。うん、いや、よかった。俺は絶対これ後悔すると思うんだけど、あのソースを、ソースっていうか中の蓋を開けた瞬間後悔すると思ったんやけど、大丈夫でしたね。うん、うん、昨日のね、結構早い時点からね、ネットニュースで私の禁断飯がね、取り上げられてると。うまっ、うん、うまいわ。コメントあったけど、そんな早いみんな知れ渡んやな、あれ。あの、まあ、こっちの、私はもう知ってたんですよ、昨日の時点から、それで一昨日の時点から。なぜかと言いますと、ああいう記事載せる場合って、承諾がうちにメール来るんですよ。今回言ったら X で。今回だとそういうバズったツイートのインスタの人に、どこでそういうの思いついたんですかという話を聞いて、パテモスの動画ですみたいな感じになったらしくて、うん、でオリジンであるパテモスに連絡が来て、記事で紹介させてもらってもいいですかというのが一昨日来てたんです。うん、でね、こんなもんみんなそんな知れ渡るほどのやりようないやろ。まあ、でも結構なフォロワーのいるその X のあのアカウントなんですけど、その記事を書いたところがね、
相手わざわざ俺から記事載りましたとかで書くのも嫌やしさ、もうそんなも含めてさ、まあ誰も気づかねえだろうと、俺ごときのことが取り上げられてもと思ったら、もう結構びっくりするやん、今日もヤフーニュースで取り上げられてましたよとかでコメント来てました。こんなにも取り上げられてんの、おらおでれえだろ、ただ安心してください、パテムフォー、闇人様にね、書いていただき非常にありがたいし嬉しかったけど、所詮パテムフォーの禁断飯、登録者数は全然増えませんでした今のところ増えてないな、平常運転、ずいぶん昔にね、東京の方の夕方のニュース番組に私の動画が出たこともあったんですけど、その時も全然増えんかったから、まあこういうもんですよ。そう考えるとハン君とかガジャ君らの100万人以上の YouTuber 団体エスポワールトライブとかでさ取り上げてもらうとさ、一気に1000人ぐらい増えたりするからね。YouTube の影響力はやっぱすごいね、そう思うと。それはインフルエンサーみたいなのが出てくるよね。最近ね、ペーターがね、この間ね、立ち飲み、はしご行ったでしょ、ペーターがちょっと酔っ払ってたやつ、まあその前にバイタさんも昔もっとペーターさんのえげつない酔っ払ってたって言われたけど、それペーターにも言われたから。お互い様っていうことですね。申し訳ない、俺の時の方がひどかった、これで言われたからね、ペーターには。ごめりんこって言うときました。なんかさ、京都の飲み屋のインフルエンサー的な人の動画を見て、今度ここ行きたいとかあいつ言ってくんやけど、それがさ、男の人に顔白塗りしてさ飲み屋行くんですよ。あのなんか度胸すごいよななんぼ顔バレしたくなかったってさ、顔動乱塗ってさ、白塗りでなんか京都っぽい男がやで、京都っぽいお前子さんか分からんけど、メイクみたいにしてさ、外に出れる勇気あればさ、何でもできるわ、すごいわあれ、そんな人いいんやな思ってさ。そっちの方はびっくりしましたね。でもあれでやったらあれでいかなあかんやん、小梅太夫みたいにいかなあかんやん。あれで飲みに行く勇気俺はないわ。すごいよな、そう思うと。でも顔出ししてなかったやつが有名になって、そのうち顔出ししだしたりとか、アマゾンの荷物やったわ。いや、そこまでしてるやっぱり続けるだけのメリットがあんのよな、あれな。
メリットというか収入がね、すごいね、私もね、たまに店では言われたことないかな、リスナーさんに声かけられるときあるんですけど、あの見た目でやったら有名よな、多分有名人やろな、多分、家からあれ出ていくんかな、どっかでメイクするのかな、もしくは店行ってから店にアポイントメント取ってトイレでメイクして出てきて、またトイレでメイク落として帰るのかな、俺見てないんで動画自体はちゃんと、なんですけど、少なくともこれで店中で酒飲んでるのはすごいなと、飯食ってたね、思いましたね。素晴らしい。配信者魂がすごいですね。あ、やっぱりチャーハンうまかった。これはぶっちゃけリピはもう絶対ないけど、思った以上には美味しかった。まあ、駄菓子屋レベルですけどね。あ、それがまたいいやん。あ、もう4時過ぎたから、こんな時間食うたら夕飯、今日ペーター何時なんやろ、仕事ちょっと今日も教えそうやから9時半ぐらいかな。昨日はね、10時過ぎぐらいに帰ってきましたよ。一昨日は11時前だったからね、結構頑張って働いてますよ。あ、ちなみに相方さんは0人とかだったそうですけど要はそれで偉そうにできるよな。そいつ動画見てるはずねんけど、なんかそいついわく、昨日なんか暇すぎて客ゼロすぎて延々なんか俺と別れろって言われてらしくてね。であいつは見てへんねんけど、なんかあいつの友達が逐一内容を、ね、教えてくれるんで、そんなやついるわけないやろ、そんな暇人で。それがね、なんかあの富裕層仲間って言うて、富裕層仲間ってお前富裕層ちゃうやんけ、全然お前貧乏人や、むしろお前富裕層、お前さ、あのコンビニ払いしかできへん、コンビニ払いできるね、1000円とかのね、安いね、服なんか買うてへんわまあそう、まあそういうこと言うてるけどね、なんかね、あの逐一私のことをあの紹介してくれる富裕層の友達がいるぞもうちょっと嘘つくねえな、もうちょっとマシな嘘つけよな、ほんま顧問弁護士に相談するんですけど、顧問弁護士分かってんのかな、顧問弁護士分かってんのかな、あいつ毎月あの支払って、あの常にね、自分のところの受け持ちしてくれる弁護士もんのかな、ないやろあいつ、金ないのに金ない、持ってないくせに、ね、よう言うよな。だってね、あの売上とかそのネットで見れるらしいんやけど、その受付あの毎日書いてあのやんねんけど、毎日消して帰るらしいよ、自分の方が売上すぎ少ないのバレるの嫌やから。そこまでして見やはりでも恥ずかしいやつやわーと思いましたあ、また悪口言っちゃった。はい、というわけでパテマソ協会、本日はね、煽りダメ焼き豚チャーハンプラス 30g やったかな、 30% それはちょっと分かりません、それとペヤングの激辛ペヤングの、ラーメンでした。はい、美味しかったです。それでごちそうさまでした。皆さん良い休日をお過ごしくださいませ。お仕事の方は一緒に頑張りましょう。暑いね、それにしても。ほな。